体のことを気にしないで動きたいんだよ。このために先生は何やればそれできると思う？結局ですね、頭の片隅にですね、常に自分の体はどうなってるかなっていうのはどっかにあるんですよ。足の振り出し方とか。なんでそれを気にしなくちゃいけないんだろう？引っかかったりとか歩きづらさを感じてるからだと思うんですね。感じてそれをさ、そこで直そうとするんだ。他のところを考えないで、引っかかるんだから足をどうしようか。足をどうしようかとはあんま思ってないんですけど、なんですかね、なんでだと思います？なんででしょう？僕、それがまだ自分を知ってないんだと思う。そんで先生のね、と一緒に今日確認したいのは、自分の体感を知る。